本気でいきますよ、はい、テンコ取ります。隊長、副隊長、チアリーダー、セミナー講師、ケンワファイター、せーの、職業調査隊、はい、顔変わりました。ちょっとあれ違います。初めまして。僕合ってるはずなの。あれ、ね、あ、いやちょっとあの副隊長使えないって言われて。いや干された急に。あれ副隊長どこだろう。副隊長はーい。これ今日は副隊長なのね。今日は副隊長。副隊長は当番制みたいなのよろしくお願いします。今日の主役はもう小倉隆也さん、よろしくお願いします。お願いします。かっこいいな。いや恥ずかしいんですけども、さすがにちょっとみんなでね、なんかさっき着替えてるとこね、一人見てた、はい、こういうすごい見越しね、完全に見てたから、ちょっとこうやってこうやって意識して簡単に自己紹介を、はい、緊張とかしない、別に、はい、すごいやっぱ生きてる、離れてる、副隊長うるさいわね、お願いします。はい、自己紹介、ゲームファイター、格闘家の小倉隆也です。スクランブル渋谷ジムに所属しています。自己紹介あと何言うんですか。緊張してるやないか全然緊張してないんだよ。あれ急に出てきましたけど急になんか兄のつく、はい、あ、兄です。初めて聞きました、はい、あの紹介遅れましたけど、あの前にもセミナー講師として出てくださった小倉哲也さんです。よろしくお願いします。だから見たことあるんですよ。いやそうなんですよ。今日は、ね、弟さんを紹介していただいた人なんで、はい、セコンドとしてついてきてくれてるわけです。じゃあ K-1 ファイターってもう名前がかっこよすぎますけど、どんなお仕事なんでしょうか。そうですね、簡単に言えばもう、はい、まあ、皆さん結構おなじみというか、はい、テレビとかで世代だと思います。はい、ドーム社ですもんね。はい、そうですよね。あの格闘技、マサト選手とかがやってたのと同じですね、うん、そこに属してる選手、僕ら会えてるのがすごい、すごい。いやいやいや、じゃあ格闘技として成長してるんですね。そうですね、あと絶対おかしいよね。バカにしてる。いやいや違う違う違う。なんかその K-1 っていうのが一団体の名前なんですか。そうですね、 K-1 ワールドグランプリっていうのがあって、クラッシュがやってる。クラッシュ、そうですね、クラッシュは月に1回とかやってるんですけど、うん、K-1 は4ヶ月に1回とかですね。ああ、それに3、4ヶ月に1回、年3回ぐらい。そうですね、3、4回なんですかね。もうちょっとあるかもしれないですけど、はい、なるほど。ですね、あんまりクラッシュが多くはないですね。なるほど。で、今拓也選手はクラッシュっていう団体に行って、これ勝ち進んでいくとなんか1個上のとこ行けるみたいな、そんなイメージ。なあ、そういうわけでもないんですけど、なんて言えばいいのかな。自分はもうクラッシュのベルトが欲しいので、あ、正直今あんまり K-1 に出たいとは ない思わなくもないですけど、はい、そうですね、クラッシュのベルト取れば。まずはクラッシュベルト。そうですね。選手生命ってどんなもんなんですか。30までできると結構大したもんですけど、始めたのは遅いんで、19から始めたんで。あ、それは遅い方なんですね。遅いですね。だからもう自分もう若いことしか戦わないですね。ベテラン感出しちゃってる感じになっちゃうんですけど、別に経歴そうでもないですね。そうですね、経歴も今若い子でプロでやってる子は小学校から空手とかやってるんで。あと K-1 甲子園とかあるの。あ、そうですね、あるね。でちょうどちっちゃい時に雅人選手とか見てた世代ぐらいなんですよ、うんうんうん、その K-1 ファイターに、まあ、なろうと思ったきっかけって何ですか。まず高校野球を引退して、はい、その時にもう何もすることなくて、もうこのまま就職して大人になるんだなと思ってたら、うん、兄が、これじゃない兄、もう一個兄がいる。ビッグ兄がいるわけですね。そう、ビッグ兄がいて、はい、格闘技見に行こうって言われて、うん、で全く興味なかったんですよ、ね、はいはいはい、で金曜日の興行で、はい、学校終わってから行かなきゃなんないんで、うん、もう行くのも面倒くさくてずっと断ってて、でたまたま、まあ、なんかしつけしかと思ってで行って、そしたらタケル選手、今有名なんですけど、タケル選手のプロを、なんせね、まだ一桁ってことに、めっちゃかっこいいと思って、うん、なんかそこでやってみたいなと思って、なるほど、プロになりたいなと思ってて。結構影響を与えた選手の一人として、タケル選手が。タケル選手以外、特に影響を与えた。あ、そうです。そんなことはないですけど、タケル選手がメインですね。
まあ、いずれ戦いたいとか思うの？思わないです一ミリも思わない、うん、勝ってやろうとかないです。何もってないですもうそういう存在じゃないですね、もうなんかもうそういう存在でもないですし、やっぱタケルさんの怖さもよく知ってるあの試合何回も行くあ、そうだよな。今度その3月の26でしたっけ、はい、26日日曜日にそのさっき今お話しいただいたその見に行った一番最初の後楽園ホールに自分が出る番ってことですね。あ、そうですね。けども後楽園ホールは結構前から、まあまあ、出てるんですね。そこでなんか戦う相手どうなったんでしたっけ。後期選手、後期選手のセコンドに入るんですか。はい、そうです、武田さん多分使うんですよね。そうですね。セコンドで相手見てるとどうやってたよね。いや、あの本当それしか緊張しないです。そこだけ緊張しない、対戦相手とかじゃなくてそうなんですよ。そこだけめっちゃ緊張しますね。でもセコンドからオーラめっちゃ出してくるからいやいや、そういうのは別にあれなんですけどタケルさんがまあ見てるわけですし、うん、実際分析して相手にアドバイスしてるわけなんで、いや嬉しくないですか。自分が初めはきっかけの人が自分のね、その場所で。で、コウキ選手はタケルさんと鳥取時代から一緒で、でタケルさんの背中を追いかけて状況もしてきた。なるほど。じゃあ同じような使命を背負った2人戦うわけですよね。でもまああっちの方が追っかけてるって意味であれなんですけど、勝ってほしい。僕大きな声出してますから当日。いや全然出して、高屋って言いますから全然聞こえないんで、まあ、思いだけ伝えて一生懸命頑張れって言ってやるんで伝わってます。兄貴めっちゃいつも大きい声出してます。兄貴はうるさいいやだからもうみんなあれオグのお兄ちゃんでしょなりますよね。なるんですよ。でも多分我忘れてるはずなんですよ。もう1試合で声なんか変えられる最近コロナであのお静かにみたいなマイラウンド言われるんでちょっと自粛して自粛してでも思い入っちゃいますね、親族だとなおさら。あときっかけはじゃあ竹内さん。そうですね、飛ばしちゃったんですけど、あの言うてもどんなもんかってわかんないじゃないですか。どんな強いんですか。舐めてるんですね。要はね。要は舐めてる。あの俺あの。いやあの。まあわかんないですよね。わかんないですね。まあ視聴者の人もそんな筋肉が聞けるけど大丈夫だそうですね。こっちが来てればこっちが格闘家。格闘家。プロレス感ある感じで出ちゃうけど。一番ちっちゃいですし。だからちょっとそれを体感してみんなに伝えられたらなと思う、うん、人柱にならせていただいて。どうやって伝えるんですか。何が一番伝わるんですか。やっぱスパーリングですか。死んじゃうみたいな。さすがに一撃で仕留めてもらっていいですか。なんでちょっと続けられたいなと。そうですね、タイミングはちょっと待ってよ。ここですよ。あ、結構高いっすね。やっぱ背大きいんで。違うんちゃうかも。どれぐらいです。どれぐらいです。あ、そういいっすね。あ、いい。あ、いい。ちょっと待って、ちょっと本当にここですね。尾てい骨とかやめてくださいよ。いや、それはちょっとしょうがないです。あ、しっかり手を踏んだかな。え、もう蹴っていいんですか。ちょっと、じゃあ、お願いします。取ってなかったわ。取ってないでほしいから。いきます。やばいね。こういうフェイントもあるんですよ、試合は。よし、今度こそ行きますよ、はい、え、結構いいんですか。いいんですよ、本気で。行きますよ、はい、痛い。ちょっと待って、大丈夫。やばいな、それは。これリアクションとかじゃないですか。痛いにしていい。多分次です。あ、良くないよ、それ。いや、違う。正直、手応えあんまなかった。違う。もう一回やろ。違う、もう一回食べたらいいんですか。取り直し。すっげえ感情された感じ。え、怖いさ。これ、やっぱ…これはやばい。どうしよう、痛くなかった。痛くなかった後でファイトしてくれればいい。さっきけど、本当手応えとしていまいちでした。当たり前。結構もう一回違うよ。違うよ。結構2種類あるんですよ。今の川口さんにやったのは、ちょっと体重乗せるというか、はい、骨がポツンってやった、はい、
もう一個、もう一個もパーン、ビンタみたいな、これ結構ビンタ、じゃあビンタバージョン、それ聞いてビンタ系は結構痛いと思う。いやもう、コンビタクスと言うんです。あ、OK、 え、お尻、力入れていいか。入れていいっすよ。どうしよう、耐えられちゃう。入れないってやばいっす。え、全然けど耐えられると思いますよ。だって自分蹴られても耐えられますよ。いやいや本当にそんな痛いの。痛い、ちゃんと痛い。絶対痛いと思う。あ、お、いいお尻だ。硬い。ちょっと声出してもらっていいですか。あ、そうですね、出して力入るのに。怖っ。もう痛い。いやいやいや、思いっきりお願いします。言います。冗談でしょ、採用だけ。冗談でしょ。痛い。これはやばい。カットしますね。ありがとうございます。これからなんか下がイライラしたときは高橋呼びます。ぜひ。タイキックの件について。高級車1台は1試合で。そうですね。1日で。